さて、何弾くかな。まもなくゲームスタートです。人狼身分をか。確認してください。きついな、これ。夜が来ました。目を2000閉じのてく人ださい。狼、きついな。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。2番のプレイヤーは発言し発てく言だしてさくい。ださい。はい、おはようございます。占い師です。8番さんが白と出ています。占い師8番さんが白と出ています。そうですね、まだちょっと一周回らないと、対抗だったり、グレーの発言聞けてないので何も精査できませんが、進行論として、僕、対抗出てきたら対抗釣りたいですね。このレギュレーションにおいて、占い師が狼が出てくることが高い。その中で、その対抗を釣ることによって、僕の進がほぼほぼ確定できる。といったところですかね。はい。まあ、霊能が進確定している盤面ですがね。あと、霊能が、2、2進行ですね。占い師に霊能が2の場合でも、占い師先に釣った方が、情報落ちると思いますね。ってところかな。そんなとこです。2周目考察頑張ります。以上。3番のプレイヤーは発言して発く言だしてさくい。ださい。はい、占い師でした。5番さん白、5番さん白と出ています。まあ、太鼓の2番さんに関しては、人狼が出ること、占い出ること多いですが、僕は人狼強人、発言で精査して、判断していきたいかなっていうふうに思っていますね。8番さんに関しては、囲いがあるかどうかっていうのを発言で精査していきたいですね。2番さんは対抗が出たらそこを釣ってほしい。それは僕も同意見ですね。ただ、村目線、それは飲めないと思いますね。なんで、怪しい位置を、どんどん皆さんには言っていってほしいかなっていうところですね。今のところ2番さんは、人狼の方が高いとは思いますが、全然強靭目線を持って、精査していきたいと思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。発言します。僕の前が2番と3番で、両方占い師。率直に2番さんの方が真かなと思ったから。3番さんも2番さんと一緒に2番さんついたりですよね。でも、村目線はそれ飲めないので、他のとこついましょうという話ですね。村目線の話は村がするんですね。3番さんは真占い師だったら、真占い師の目線での話をしてほしい。だから3番さんが村にするよっていうような感じを受けたので、2番さんの方が真かなと思った。率直な意見。で、そうですね。多分5番さん以降って僕への色って難しいと思うんですね。だから、5番さん以降はね、僕に色つけなかった場合は、自分の考察論を話してほしいから、自分がどうやって狼探すかって。で、僕はどうやって狼探すかっていうと、僕はね、村人を探していきたいですね。村人を探していって、この人は白いなっていう人を探していく。釣り位置はね、それに該当しなかった人が釣り位置になりますね。なので、村人はね、素直な意見を言ってください。素直な意見を言ったら、グレースケールが合わなかったとしても、その人の発言の中に村要素が出てくるんですね。村要素が出ていたとき、その人は村人っていうのはね、他の人に伝わるんじゃないか。だから、村人サイドは、素直な意見が言うことが大切だと思っている。現状僕は2番さんが真で、3番さんが偽っぽく感じている。以上です。5番のプレイヤーは発言して発く言だしさてい。ください。はい、おはようございます。2、3で、早速、占い対抗か。2番さんが、占い、対抗を釣りたいっていう発言。
偽だったらできないんじゃないかなって若干思ったんですよ、2番さんの発言っていうのは。だってなんか太鼓を釣りたいって、要するに太鼓が狼で出る可能性が高いから、太鼓釣って出るの確定してる場面で自分を真確定させたいっていうことですよね。まあ占いから釣るっていうのは飲めないんですが飲めないんですが、その発言が結構割と真っぽいのかなって思いましたね。3番さんはなんだろうな、なんかちょっとね、まあいいや、まあいいや、なんか2、3比べると2番さんの方が新芽っぽいから、もう必然的に3番さんがなんか2攻めにちょっと感じてしまうっていうところですね。4番さんはねかなりムラなんじゃないかなって思ってますね。なんか2、3の精査の仕方と、なんだろう、その自分の色がつけづらいから、プレイスタイル、そう、どうやってオオカミを見つけていくかっていうのを言ってほしいっていうのを、なんかこう後半に問いかける感じが4番さんムラなんじゃないかなって思ってますね。はい、以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、自分が占いです。オオカミ出てるね。ランダム白は7番さん白、7番さんが白でした。俺3番さん人狼だと思う。2番さん狂人だと思う。理由は、狂人だったらもう絶対芯つっときたいよね。そういう意味で霊能に狼出てっていうアピールだったんじゃないかなって俺思ってる。だから俺3番の方が人狼あるんじゃないかなって思ってる。で、3番が囲ってるかどうかなんだよね。その辺を今後精査しようかなって現状思ってる。4番さんはそうだな、 3,4 ラインとかないっぽいから、まあ4番さんは白いかなって現状見てますね。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。6番さんに関しては今日置いといていいかなと思ってる。 3,4 番面で狼で3人目に出てくるかなっていうのは率直な感想。3番さんに至っては2番さんを狂人置きした視点、2番さんは3番さんを狼、太鼓が出たら狼置き。これって3番さんが2番さんを狂人で置くのって霊能が確定した場合、2番さんから白が出るのが分かっているような感じがした。だから3番さんの方が2攻めだと思っている、ただね、黒もしも明日3番さんから黒が出ても俺は霊ロラ、占いロラはストップしない方がいいと思ってる。脳死で完遂したい、絶対に完遂したい。なぜなら新郎ローの可能性も全然あるから、新郎ローの可能性もある限り占いは絶対完遂するべきだと思ってる。村目線、黒が出たからといってストップしてはいけないと思っている俺はね。4番さんと5番さんに関しては4番さんの方がまだ占い精査がしっかりしてるかなと思った。5番さんに関してはなんか2番さんが新芽に見えるから3番さんが2線に見えるんだよなーっていうふわつき感が気になっている、6番さんが狼で出てくるメリットってそうそうないと思ってるんだよな。だから今日は3番さんから行きたい。2番さんからあたかも白が出るのが分かってるような発言に聞こえた、今日は3番さんから行きたい。でも絶対に占いロラは完遂する、俺は占いロラは絶対完遂したい。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、8番番犬です、よろしくお願いします。特に信用ありません。占いさん信用ですよね。別にスライドなければ占いローラーからで霊能を出して、で狩人さんが霊能守り、そういうふうにいいと思います。7番さん6番さんが狼に出てくるメリットあるかなっていうけど十分あると思いますよ。新芽取りやすいしっていうところですね。6番さんに関しては占いね、あんま悪い意味でフラットですね。2番さんに関しては対抗を釣るって言っていますが、僕は対抗やったら2人に仕様だったら残したい派だったんですよね。というのも残しておけば自然と LINE も見れるし占い先の情報も落ちるからっていうところで、2番さんの言ってることは確かに芯として釣りたいのは分かるが、村としては、占い先の情報を残したいっていうところがあった。3番さんに関しては2番さんに対する指摘は結構ふわついていたっていう感じがしましたね。これもなんか偽っぽいなっていう感じ。6番さんに関しては2番さん狼で5番2番さん狼って言ったっけ、白馬だったら申し訳ないが僕への囲いを見なかったんでしょうかっていう感じですよね。
5番さんだけ囲い見て、2番さんで8番さん、あなた6番さんにとって2、3っていう人外がいて、2番さんは8番の僕に後ろを打っている、僕への囲いも見なかったのかなっていうのが悪い意味でのフラットですね、占い師的には。4番さんの印象ですけれども、進行論自体村人っぽい人を探す、そこは良かったと思いますが、役職に関してのケアの話がなかったのが残念かな、うん、霊能を出してっていう役職ですね、役職を出してその役職を守らせとか、なんかそういう進行、そういうところは僕は 聞きたかったかなっていう感じですね、うん、5番さんですが、なんか3番さん偽っぽいっていうところが、もう5番さんについてもなんかふわふわしている。7番さんに関しては6番さんが狼出るかなっていうところが怪しい。だからグレーに関してもあんまりこれといって白っぽい人がいないっていうのが現状です、スライドいなかった場合は占いローラーで怪しいところを2巡目で、決めて精査して、投票していきます。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、三四郎なんで、使用しておきます。私、霊能です。霊能です。とりあえず、8番さんがなんか、うん、たくまさんになんか5番さんの囲いをって、俺の囲いを追わないのかって言ってるけど、多分たくまさんの位置で発言、片白してるのって5番さんだけな、だからなんじゃないかなというのは思った。だから2周目はたくまさんは8番さんの囲いっていうのもちゃんと見てほしいかなっていうのは。これ好きやわ。うん、で、どうだろうね、俺2番さん新居位置かなって思ってる、うん、対抗に狼がどうこうっていう話をしてて、占いから釣りたいって言ってるんだったら2番さんあって新居なのかなと思ってる。2番さん自身が狼っていうのはないんじゃないかなって思っちゃったかな。うん、で、現状ね、どこが真なのかっていうのは分からない、正直分からない。うん、ただ唯一真っぽいなって思ったのはたくまさんか2番さんかな。うん、2番さんの位置は新居で、たくまさんの位置は新郎で、3番さんの位置は新居郎、どれもあると思っている。どうだろう、たくまさんに関しては、3番さんに行きたいって言ったのか。ただ2番さんを強人目に置いて3番さんを狼っていうのは俺とは視点は合ってる。だからたくまさんの視点は、占い師目線って考えるなら間違いはないのかなっていうのは思ってるけど、たくまさんがはたまた偽っていう線もあるから、まあ2周目聞いた上で俺も釣り位置を上げるんだけど、現状さんかな。うん、この3人の意見を聞いた中で、2、3、6と比べたときに、やっぱ2、6どっちかに俺が侵害しそうな気がする。ただ高間さんが3に一貫して行きたいって言ったらなんでなのかな。もし高間さんが人狼であるなら、囲われてて2番さんの強人が見えていたのかっていうのも、うん、ちょっと追っていかなきゃいけないね、こうなってしまうと。うん、4番さんと7番さんは白いと思った。7番さんに関しては占い2仕様の場面を想定して、釣り切るといった点がね、うん、かなりいろんなパターンも見てるんだなっていうのは思っちゃったかな。だから7番さんが普通にそれが村勘定に俺は見えたかな。4番さんに至っては初手発言の、2、3の精査が、うん、いいと思った。1番のプレイヤーは発言してください。僕霊能なんですよね。僕霊能なんですね。すらなければ全露出って感じかな。すらなければ全露出って感じかな。ちょっと対抗の9番さんの言葉借りるようですけど、6番さんに関しては新郎1、2番さんに関して新居1、2番さん新居1なんかな。中身ね、2、3に関しては新居郎、新居郎両方あるですね。6番さんに関しては新郎1かな。強人で出てこないかなっていう感覚ですね。はい、まあ、普通にすらないって考えない旧狼って考えるのは素直なところか。9番さんうまいっすね。9番さんの発言から相方位置分かんなかったなって感じですね。4、5、7、8に関しても 特に4番さんに関してあそこの段階で占いに対して心眼つけたところも白っぽかったしね、映ったしね。これはどういう感じなんでしょうね。すらあるかないかよくわかんないですけど、とりあえず、占いルラから入って、決め打ちこ9番さんとの決め打ちは怖いんですけどね。占いルラって流れになりますよね、これね。で、僕か9番さんのうちっすよね、これね。ちょっと2周目頑張りますわ、これ。そうなってきちゃうと。はい。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。そうですね。僕
は6番さん狼だと思いますけどね。6番さん狼だと思います。うん、3人目で出てきてるところプラス3番さんのあの発言で狼っていうのはなかなか追えないかなと思ってますね。狼だったらもっとズバズバ発言するかなと思っているんで、今日僕は6番さんから行きたいです。僕は6番さんから行きたいで、6番さんの色を見ることによって球中、の精査がつくと思っている。うん、まあでも、まあ、7番さんの発言っていうのは、まあ、至極真っ当で、真、ローローの可能性も追って、のしてレイローラ、これはもう普通の発言だと思う。で、6番さんが狼だと思っているから、ローローで囲うってことはないと思っている。9番さんと1番さんの精査か。9番さんと1番さんすらあるんですかね。なんか1番さんこれ、1番さんと9番さんなんか俺どっちかすらあるような感じがしてる今。なんかどっちもなんか偽っぽくないんだよな。強いて言えば1番さんがなんかちょっと焦ってるような感じはあったんですけど、何なんだろう。なんかちょっと違和感がありますね。でね、4番さんに関しては、1周目のその段階で、3番さんの方が偽だと思う。うん、狼だったらなかなか。7番さんも白く感じているところから、グレーで僕目線5番さんもグレーなので5番さんが一番怪しいかなって思っている。5番さんっていうのは、2番さん3番さんで精査したときに2番さんの方が真だけども、とりあえずなんていうんですかね、防御感があったかなと思ってますね。だから3番さんが強靭で囲われてて、3番さんの偽がもう結構4号の流れで出てきてて、6番さんがとりあえずローラで持ってこって感じなのかな。スラがなかったらですよ。以上です。6番さん行く。3番のプレイヤーは発言してください。2番さんは僕という強靭が5番さんの人狼を囲ったのにもかかわらず相方の6番さんが出たっていう考察でいいんですか。よくわからないです2番さんの考察が。まあ、みんなから芯切られててちょっと悲しいんですが、自分は2番さん強靭の6狼で見てます。まあ、6番さんに関しては芯を取りに来たのかなっていう位置ですね。2番さんに関しては今日6番さんを釣り寄せたところですね。2番さんが狼だったら6番さんが僕って言ってるんで、それ乗っかって僕に入れるって言えば自分が釣られなくなるんで、2番さんは自分を人狼で見たのかな、わかんないけど芯っぽい6番さんを、釣り寄せたのかなっていう印象ですね。91に関しては91にスラがなるならもう自分目線全人外露出って感じで、正直相方っていうのは91どっちかまだ精査がついてないですね。人狼目の高い6番さんってほしい。4番のプレイヤーは発言してください。ですね、占い師に対しては2番さんが真に見てますね。理由はですね、2番さんの初週の発言皆さん覚えてますか。2番さんっていうのは対抗を釣りたいって言ったんですよ。対抗を釣りたいって言ってた。2番さんが強靭だった場合、こういった3仕様になった場合人狼を釣りてるんですよ。2番さんは6番さんを狼に置いて6番さんを釣りに行ってるんですよね。で、3番さんは2番さんの視点がわからないな。あなたが死んだったら2番さんというのは人外なんでわからなくて当たり前なんですよね。3番さん。で、6番さんは2番さんを強靭で置いた。2番さんは強靭っぽくないですね。強靭だった場合はその発言しない方がいいですね。で、その発言して3周になって2番さんが、最初に発言した対抗を釣りたいということを曲げてきた場合ね。負けてきた場合、2番さんの強靭つけますから、2番さん果てじゃなく真だと思ってますね。で、9番さん、9番さんが2番さんに対して真強一って言ったんだよね。真ロー一ですね、2番さんは。で、グレーで白いと思ったのは5、8ですね。7番さん、5番さんちょっと怪しいっていうのか、8番さんも言ったっけ、ちょっと白もねかもしれんけど、5番さんっていうのは、まず僕は3番さんの偽要素を拾ったから2番さんを真って言ったんですよ。5番さんは2番さんの発言が2番さんの真要素を拾ったから2番さんを真って言ってるんですよね。結論は同じでも要素を拾う方が違って、5番さんというのは2番さんの発言の中から2番さんの真要素を拾っていった。5番さん結構白かったですけどね、普通に。でね、カリウドがグレーに、578にいるんだったら出た方がいいですね。僕はスムラです、スムラ。出た方がいいですね。今日僕は6番さんから来ますね。6番さんは2番さん教授に置いた視点が全くわからないですね。2番さんは真老一だと思ってますね。はい、太鼓を釣り殺しに行ってるところからね、強靭で置いてる3番さんの目線もよくわからない。3番さんで、2番さん真ですね。で、91に関してはまだフラットで、9番さんが2番さんを真強一って言ったのが引っかかってますね。現状1番さんの方が真かなと思ってますよ、スラがなければね。5番のプレイヤーは発言してください。スライドがなければこれ全人外露出してますよね。
2番さんのその56オオカミはちょっと無理ですよ。無理ですよって思ったかな。これスライドある前提の話をしなきゃいけないんですかね。それともスライドない前提の話をしなきゃいけないんですかね。ちょっとわかんないんだよな、この盤面。なんか気持ち悪いなって思ってますね。なんで1番さん。もしね、スライドがないんだったら、36オオカミかなって思いますね。6番さんっていうのは3番さんを、なんだろう、2番さんがその太鼓を釣りをしてるから強靭。いや、別に2番さんがオオカミで太鼓を釣りをしてて、白が出て、なんだろう、次の日、別に、まあ、乗らされて、死に釣れれば別に強人でも狼でもどっちでもその2番さんの発言っていうのはできるんですよね。あと6番さんは3番さんを狼で置いて私の発言の内容の精査をせずに囲いあるのかなって、なんか34ラインとか35ラインとかなんか何なんだろうって単純に思った。で7番さんはでもね白いかなって思いますね。スライドがない前提の話なんですけど、あ、スライドがある前提の話で7番さん白いと思いましたね。6を残してほしいっていう、6番さんに白をもらいながら、7番さんがなんか、6残してほしいって言わないと思うけどな。って感じかな。9-1 だったら1。6番のプレイヤーは発言してください。まずこう、チャット仕様ありだから、そのスライドがない時点でもう、グレー全部白なんだよな。だからグレーの考察はもう一切しなくていい。俺の考察はこれ3番さん人狼で4番さんも5番さんも2新目で見てるって発言したよね。で俺が出て3番さんを釣りをして7番さんは6釣りたくない、で3番さんが釣られると思って出た。俺ね、1が人狼なんじゃないかな、13人狼なんじゃないかなって思ってる。で、ペペさんがここで出て、3が釣られて黒って出たら、占い残すんだよね。それがやばいと思って1番さん、霊能出た人狼だと思ってるから、俺1、3人狼ってる。で、なんでか4番さん2死んで見てるみたいだけど、2番さんの発言ってね、対抗から釣りたいって言ったよね。あれって強人なら納得でしょ、あの発言。で、一番最初に出てるから俺狼ないと思ってる。だからやっぱ3番さん狼が濃厚かな。で、2番さんが狼であれば多分霊能に出てないよ、狼は。うん、その点で見ても3番さん狼が濃厚かな。だからもう今日は3から言ってほしいかな。7番のプレイヤーは発言してください。あ、僕スムラですね。8番さんがスムラであれば、91に関しては触れなくていいと思っている。8番さんがスムラであればね、8番さんが狩人であれば91については触れるべきだと思っている。8番さんが狩人であれば絶対出るべきだと思っています。スムラであれば91には触れない、今後触れない。そうだな、6番さんの精査で一つおかしいのが、2番さんを狼だったら最初に出ないっていうのは安易すぎないかなと思った。2番さんを置いても最初に全然占いとして出るんじゃないでしょうか。そこの2番さんの強靭置きはちょっと違うかなと思ったけども、やっぱり3番さんの精査がおかしくて、2番さん視点56狼で見るんですかっていう、その考察がわからないっていうのは、3番さん自身2番さん人外ですよね。だからその視点がなんか2番さんに対しての指摘がなんか俺は違うなと思って、3番さんがなんかね、なんて言えばいいんだろう、それは間違ってないですかって、なんて言えばいいんかな、真だったらもうあなたは人外だからみたいな話をできると思うんですよね。そこについての指摘は4番さん白いなと思ったし、5番さんについてもスライドの話、それから、あ、なんだ、5番さんについても2周目なんか白く映りましたね。どうだろう、3番さんが2線に見えて仕方ないから今日は3番さんに行きたい。2番さんと6番さんに関しては新郎だと思っている。8番さんがスムラっていうで、8番さんがスムラっていうのであれば91については触れなくていいと思っている。5番さんに関してはもうスムラが透けている、スムラもしくは人外が透けているってところかな。4番さんはスムラ仕様でしょ、僕スムラですね、はい、8番さんが狩人であれば出るべきだと思ってますね。その場合754白角、8番さんが狩人、
91236に、3神宮ですね、はい、って感じかな。今日は俺3番さんから行きたいですね。やっぱり初心と変わらない。3番さんの考察が納得いかない。6番さんと2番さんは置いといていいと思っています。どっちが進化はわからない。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、私カリオドですね。カリオドです。なんで全人外出ちゃってますね。初めてこのパターンなんですが、もう4、5、7、8村確定しちゃってるんですけどね、うん、僕3番さんのシーンはないかなっていう感じで、今日は3番さん入れたいかな。なんか3番さんがなんか5、6狼追ってるんですか。5番さんなんかよくふわふわしてるっていうか、6番さんが芯に見えたからどうのこうのとか言ってたんですけど、あなた自分が芯だからさ、2番さんに対して6番さんが芯に見えてんですかっていう発言出ないと思う、芯なら。だから3番さんに来た。26の精査だけど、結構やっぱり2番さんの方が意志が強いなっていうふうには思ってるな、今のところ。全人が出ちゃってるんで、あとは釣る順番の問題ですよねっていうふうに思います。なんか俺、若干1番が新目には見えてしまう、霊能だと。なんか9番さんに対して、なんかね、あたふた具合が、なんで出てきたのみたいな感じの進歩差があったかなっていうふうには思いますね。霊能なんで出てきたんだろうな、2人。っていうふうに思いますね。する順番の問題ですよね。あとは僕は結構2番さんのシーンもある、うん、シーンがあるとしたら26だかなと思ってますね、今のところ。うん、大丈夫だよね。うん、僕カリオとやって噛まれますね。4578村確定しました。全人が出てます。うん、あとは考察っていうか、する順番で勝てるんじゃないでしょうか。9番のプレイヤーは発言してください。みんな目線1番さん釣れないですか。俺1番さん狼の、占い師に2狼は追ってないです。まあ、パターンとしてあるからね。占い師2狼1神で、1番対抗が狂人っていう線も全然あるからね。そこも追ったんですけど、俺やっぱ1番さん狼かなと思ってる。236もね、どこもね発言がちょっと強気だから狼出てるなっていう感じは思うけど、うん、どうだろう。でもね、占い師の話聞いてる限りね、やっぱ高間さんの方が守備が高いなって思うな。だって2番さんってさ、スラがある前提の話でグレーセス入ったでしょ。で、高間さんも言ってたんだけど、ここチャット仕様とかスラとかありなんですよ。そういった点から1番さんがスラないっていう時点で、あなた目線全人が露出なのに4番さん白っぽいなだったりとか、そういう発言いるのかなと思って。で、3番さんも5、6狼を追うんでしょ。なんかもう2、3が人外に見えるな、俺は。で、たくまさんが真に見えてくるな、ずっと。たくまさんの方がやっぱね、占い師目線のグレースケールははっきりしてるよね。どこを狼で置いて、狂人で置いてっていうのは。しかも俺と一番グレースケールが似てる2番さんの初週の発言で、占い対抗を釣る、占いに狼が出てる線っていうのを、一番最初に醸し出したのは2番さんなんだよ。そう考えてくると、2番さんの狂人目ってかなり高いし、いや、おのずとね、2番さんが真っていうのもあるんだけど、2周目の考察聞いててグレーセンサーから入るっていうのがね、すら前提の話してるところがちょっと新名ないかなって思っちゃう。だから現状、2、3どっちかっていうとやっぱ、俺は2、サマさんから行きたいかな。2番さん共鳴で見てるから俺、サマさんに行こうかな俺は。なのに4番さんは2番さんに狼目を追わせるんだねと思って、4番さん白ならもうちょっと頑張ってと思っちゃったけどね、俺今日、サマさんに入れます。1番のプレイヤーは発言してください。まあさらに対抗の同じくでいいんです。3のシーンはないかなって印象かな。誰かが突っ込んでたけど、2番さんなんでそのスケールなのって言ってたのがどの視点なのって話なんですよね。占いで対抗に人外が言ってるところに対してのスケール持ちじゃないかなと、感情持ちじゃないかなと思ってる。3のシーンはほぼほぼないかなと思ってですね。でも色濃く見れば6級の2ダブってとこなんですよね。6級2ダブはゴリゴリだなってとこですね。で、一応なんですけど、統一占いじゃダメですかね。今日3釣りでしょ、どう流れても3釣りで。で、6釣りも6、3勝目でしょ。6番さんの芯も残ると思うんですよね。なんで結構発言の精査的には3の芯ないかなってところで、2か6のどっちかに択かなって、まあ対抗さんとちょっと被っちゃうんですけど、かなって感じなんで、6番さんと2番さんに関しては、統一で僕占いでいいですか。6番さんと2番さんに関しては、統一で僕占いで、初旬の
多分それ8番さん噛まれるんで、9番さんも霊結果張らないでくださいね。すぐ口頭で言わないでください。で、3番さん張りで、3番さん釣りで、占い結果さっきの方がいいかなと思うんですよ。占い結果先に例えば50秒で貼ったら45秒で9番さんと僕で一緒に霊結果貼る。やべえ、これめっちゃ強えな、この霊の同時貼り希望ですね。残り秒数50秒で占い結果、45秒で霊、あ、同時でもいいか。ペペさんやべえぞこれ。50秒に同時貼りしましょう。50秒に同時貼りしましょう。で、3釣りでいいと思います。3釣りで、同時張りね。で、9番さんが、今日、9釣れないっすかって言ったけど、まあ、天末的に3釣りって言ったんですけど、っていうところで、占い、一応3ダブっていうところも見えるんで。これ、1白出した方がいいかな。この張り方でワンチャンあるかなと思うんで、50秒に同時張りでお願いします。残り50秒で同時張り。あー、これ、占いロラなったとしても。一心決め打たれるなぁ、あの発言は。めっちゃ心っぽいわ。3番のプレイヤーが選ばれました。これきついなぁ。一黒出したらなぁ、あの一狼に見えないって言われそうだけど、ね、申し訳ない。そういう話し方なのは、なんかもともとというか、そういう話し方しちゃうんですよね。いやー、そう、ガツガツね、言えない感じなんですよね。いや、本当に申し訳ない。2番さんに入れたのは、6番さんよりかは票が集まるかなと思った。9番さんに言っとくと、5、6、ロロは追ったのは2番さんですね、僕じゃない。その5、6、ロロの視点は2番さんおかしいでしょっていうツッコミを占い視点で、なんていうのかな、占いのような発言で言えばよかったですね、僕。なんかそういう発言しちゃうんですよね、なんか占い師っぽくない視点で話してしまうというか。まあ明日9-1、正直どっちがもう真かっていうのは本当分かってない。なんで出てきたのかっていうのも、分からないんですが、僕に黒を出した、もしも僕に黒がその霊能結果が出たら、その人が偽ですね。いやー、申し訳ない。ちょっとね、話し方があれだったんですね。僕は2番さん狂人、6番さん人狼で見てますね。2番さんが僕を人狼だと思ったんじゃないですかね、狂人で。で、6番さんが進歩かったから6番さんを釣りをしてるっていう風に見てます。いやー、申し訳ないな。ただ2-6、もう釣り切って1-9の精査でお願いします。いや本当申し訳ない。自分の締めなかったのって、そのなんか変な発言ですよね、占い師っぽくない発言。もう2番さんおかしな発言してるから、おかしい発言してる方から釣ってほしかったな。申し訳ない。夜が来ました。これ2番さん1黒出してくれよ。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。俺3番に白出します。え、黒出してくれない？だって2番さんが死んだったら俺に黒って言われちゃったら、俺1黒出すよ。もう1-3黒追わせるから。俺はじゃあ3に黒出した方がいいですか？了解です。朝が来ました。昨夜死んだのは8番。9番のプレイヤーは発言してください。50秒にお願いします。はい、3黒です。はい、なんで今日、1番さん釣って 100% 終わりますね。はい。多分おそらく2番さん狂人の6番さん死んです。はい。
もうこれで、結果見てもらったらちゃんと行くでしょ。納得できますか皆さん。やっぱね、236で比べたときに、たくまさんの方がね、あの占い、内訳、しっかり精査していて、俺とスケールが似てるんだよね。2番さんが初日から、太鼓が、狼出てる線を醸し出すっていうのは、2番さん強靭で、太鼓を釣りたいっていうのも、強靭を捨てて、真の占い師を釣りに行く、道連れにするっていう信仰にしか過ぎないと思った。だから俺、2番さん、新境地って言ったのになと思って。うん、グレースケールが、グレースケールというか占い師の内訳のスケールが何人か合わない方がいるようで、はい。で、3番さん狼でした。なんで、たくまさん真の、2番さん、え待って。たくまさんが、たくまさん1黒 ?2 番さんが1黒。誤爆かじゃあそしたら誤爆かまあこれでいいでしょ、とりあえず。1番さん釣りましょう。じゃあ皆さん昨日なんで3番さんに入れました？ 3 番さんの新芽がないからですよね。要するに236で比べたときに3番さんが一番新芽なかったから3番さんに入れてらっしゃるんでしょ。だとするなら皆さん26どっちかに芯がいるっていう形になりますよね。で、26番さん、うん、26番さんが1に黒を出している。これも1ずっと終わるんですよ、100%。うん、信じてくれませんかね。はい。なんかもう長々とタラタラとやるつもりもないんで、俺1番さんに入れますね。はい、以上です。1番のプレイヤーは発言してください。ちょっと待ってくださいね。これ3番シーンです。3番シーンですね。あのね、どうすればいいんだこれ。26にダブとか、とりあえず占い完遂 してみません、してみましょうね。ワンチャンあるかもしれんと思ってるっす。26にダブっていうパターン。三振でした。三振でしたって感じですね。もう三振でしたですね。三振でしたね。ちょっと、いや僕新でのですね。ですね。三振ですね。としか言いようがないです。3番。でもね、3番さんね、確かにちょっと、新っぽいかなぐらいには感じてたですね。新っぽいかなぐらいには感じてたっす。で、三狼ってそもそも、三狼見えます皆さん。あのさ、って感じですけどね。ほんで、一三狼ってことでしょ？ 9 番さん。そうっすよね、そうっすよね。6番さん目線も2番さん目線も、3-1にダブ確定ですね。3-1にダブ確定ですね。で、俺が3、ひよおかみ要素として統一占いさせたんやって言われたら、それまでですけど、俺、オオカミなら、3釣りましょね。で、統一占いで、霊結果一緒に張りましょなんて、バカなことしないですけどね。もうそれしか言いようがないっすね。26にせっす。はい。とりあえず2か6どっちかつってください。2番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。6番さんが強靭だったんですね。誤爆してますね、これ。で、まあ、3番さんの芯っていうのはほぼほぼ切られていると思うんですけども、3番さんの芯を切っている状態での勝ち筋っていうのを説明しますね。1番さん釣ります、今日。1番さん釣って、1番さんで終わらなかった場合、9番さん破綻します。で、9番さん明日釣ります。で、それで最終的に2番、6番で精査でいいと思ってます。そうですね、昨日、まあ、9-1 の精査をあまりしなかったっていうのは、正直1週目の発言だけだと全く精査できないっていう点と、なぜ、チャット仕様、2週目からチャット仕様がありっていうことで、してない時点でって言われてたんだけども、俺の時点っていうのは、正直、なんていうの、9-1 のすぐ後なんで、正直しない、なんていうんだろうな、しないっていうところもありますよね。6番さんの1であれば9番さんあたりっていうのは出ないから、そういうのが言えるんですよ。逆にグレー精査しなかったらしなかったで叩かれるんで、グレー精査っていうのはすごく大事だと思っています。はい、結果的にすらがなかったっていうだけですね。今日は1つって確定黒ですよね。ほぼほぼ3の芯を切ってる状態でね、みんな目線1番さん確定黒、1番さんで終わらなかったら9番さんが破綻で9番さん釣り、最終的に26で精査、これで終わり、以上。
4番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。あの2番3目線1黒出てるんで、1つって終わらなかったら9が破綻しが9全にならないですね。あなた目線は9進なんで、あなた目線で9全になることは一切ないですね。1の黒は追ってないですね。理由は1番さん3番さんつって6、2に、自分を占ってくれって言ってるんですよ。1の黒は追ってないですね。狼、1、3、狼だった場合は弱すぎる。そして3番さんが狼見えなかったから、3番さんは真強で見てた。ただ、2、6が1に黒を出してることから、2、6、まあ、6の方が狼で高いか3人目やから、だから2が強靭で3シーンだったってことでしょうね。1の黒は追ってないですね。で、9番さんは3番さんを、切ったから2、6の近い死ぬか1を連れだけですよね。1の方が真に見えますね、僕は。2、6、多分2番さん強靭やと思いますけど、2、9、ローローもありえるんですよね。理由はね、6、9がガツガツのラインなんですよね。6は9が真に見える、9は6が真に見えるっていうところから、結構ラインがガツガツだから、6、9ライン、2、9ラインどっちもありえるかなと思ってますね。現状僕3番さんは真で追ってますね。2番さんはさっきも言ってることは全くわけわかんないですね。1つってあの終わらなかったら9目線破綻なんで9図にならないですね。あなた目線は9真なんで、ね、はい。6番さんも真は追ってないですね。26釣り切って9番行こうかなと思ってますね、僕は。で、僕はもう一回言いますよ。僕多分噛まれますね。僕が噛まれた場合は9狼追ってくださいね。僕はこの段階で1番さん白いと思ってますからね。1さんのローローが見えないからです、理由は。昨日の1番さんの発言と行動からね。そして3番さんが、真強に見えたから。以上。5番のプレイヤーは発言してください。いやこれ内訳どうなってるんだろう、全然わかんないんだけど3番9番さんは3番黒で、1番さんは3番白、26が1黒。なんか気持ち悪いんだよ、ずっと。何なんだろうこれ、何だろうこの気持ち悪さっていうのは。ただ4番さん、あの確かに1と3の発言があんまり狼っぽくないっていうのはなんかわかるんだけど、じゃあ9が狼で3死4になって自分霊媒師ですっつって、その後に1番さんが出てきて自分霊媒師です、ちょっと安定っていうか、もうみんな仕事終わっちゃったよね、これ。仕事終わっちゃったよね。だって26目線って9が死んだし、1黒。で、3、2世で落ちてて。3番で、狼落ちてるんだったら安定で9行くのが安定じゃないですかね。わかんねえ。わかんねえ、26。占いから行った方がいいのかな。ちょっと、2番さんのその1で終わらなかったら9は、確かに、おかしいですね。俺、コアさんがどう発言してる、するかっていうの、あれなんですけど、3番さん、狼、1、3、狼。ちょっと、発言聞きまーす。6番のプレイヤーは発言してください。はい、やっぱり俺が思った通りだったね。1番黒出てるんでペペ侍さん真、ペペ侍さんが3番を黒出していることんでもう狼は1連れてます。なんで別に1番さん最後に釣れば全然問題ないから、2でも1でも全然いいですよ。で、やっぱり俺2番さんのもう最初の発言から俺強っぽいなと思ったんだよね。対抗は絶対人狼で出るみたいな。その辺でもう多分占い心境にして多分心を釣りたいようにしたかったんじゃないかな、あれは発言的に。うん。だから俺強めで見たし、初日の2番さんって5番さんなんか怪しんでたよね。もうその時点で心を切ってほしい。で、民意3を真切って投票してるよね、現状で。
でね、4番さんと5番さんが1周目に死んでみて、7番さんが俺を釣りたくないって言って、で、結局3釣りの流れになって霊能が確定したらやばいってなって1番さんが出た人狼。やっぱりこの考察で間違ってなかったと思う。だから3番さん釣られそうで、1番さんがカバーに出た俺は人狼。で、結果やっぱ占い、結果人狼出てます。なんで1番さん行ったらもうすぐ終わるけど、別に自分2番さんでもいいですよ。7番のプレイヤーは発言してください。最初に言いましたが、脳死で占いは行きます。2番さんから行きましょう。村は2番さんから合わせましょう。2番さん行って明日6番さんを釣ります。俺ね、9番さんがね、1番さんを釣りをしたんですよね、2日目の最後に。なんか太鼓を釣りをした。それは占いに出ている狼を釣りたくないのかなって率直に思って、9番さん狂人かなと思ったんですよね。一級神教かなと思ってて、で、1番さんの発言って自分の白に自信がある発言、自分を占ってください。で、自分を26は占ってください。それから占い結果の貼り方、霊能結果の貼り方、すごいなんかどうすれば狼を詰めれるか、どうすれば人外を詰めれるかっていうふうに考えてるような感じがしたんですね、1番さんって。1級の精査は最後でいいんじゃないでしょうか。もしも1番さんが狼だった場合、1番さん結構ね、俺もね、4番さんと同じ視点で、マックス狂人かなと思ったんですよね。自分の白が分かってるような発言聞こえた。だから俺、1番さんが狼に見えないんですよね。1に黒打った方が偽かなと思ってたら、2、6、黒、黒でしょ。だからすごいびっくりしてるんですよね。どうだろうな、9、1に関しては最後の日でいいんじゃないでしょうか。4番さんは最後、9を黒で見ろ。1級に関しては最後でいいんじゃないかな。1級に関してはね。26釣りたいですね。2番さんから行きましょう。村目線2番さんから行きましょう。26は必ず釣り切ります。僕は最初に言っています。絶対に釣り切る。2番さんで、2番さんに投票を合わせてください。2番さんして1番で終わらなければ9番さんが破綻する。2番さんも破綻しますよね。2番さんの指摘がおかしい。確実におかしい。6番さんに関してはそんなに今現状おかしいことはなかった。確かに6番さんは1、3を追っていたことからおかしくなかったが、6番さんも釣ります。はい。2番さんから行きましょう。2番さんから釣ります。はい。皆さん2番さんに合わせてください。絶対に2番さんに合わせてください。以上。投票を始めてください。まあここは2入れとってペペさんに任せるか。2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言しま発言しせてん。ください。いやー、自分で発言をね、後々考えたら、もう本当に失言レベルでしたね。もうパッションが溢れ出してしまった。もう、これもう3位で終わるじゃんみたいな。もうパッションが、もうパッションが俺を俺じゃなくしてしまった。本当。だからもう、とりあえず、ロラ完遂。で、最後、1番さんです。1番さん、今日の発言焦ってましたよね。ちょっと僕も失言しまって、こんなこと言うのもあれなんですけども、黒出てるんです。それぐらい1つって欲しかったってことですね。1つって終わらなかったら9破綻するでしょみたいな。ちょっとパッションが溢れ出してしまいました。絶対に1つってください。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。いいよ、ペペさん任せるよ。最後人だを殺からしてください。残4さ番れ。さんでいいんじゃないですかああ、ね。了解。高橋さん、ありがとうございました。もう消しああ、ましょはい、頑張ってね。う。はい、頑張りましょう。これもう俺占い師ねえんだよな。朝が来ました。昨夜死んだのは4番。5番のプレイヤーは発言発し言てくしてださい。い。2、白。じゃあ1番さんは6、6狼確定で。
2白、はいはい、6、1番3目線の、あれは6、6、9、狼ってことでしたね。ですよね。6、9、狼ってことになりますよね。1番さんの視点って。2番さんは、あれ？あ、2番さんはね、2番さんの芯がないっていうのは、なんだろう。2番さん目線って9が3黒でしょ？で、2番さん1黒だから、2番さん視点っていうのは、3黒の6が強靭なんですよ。じゃあ6番さんが強靭で、三振用に持ち込むか。だって2、3でご主人が出ているのに、ご主人が出ているのにもかかわらず、6番さんが強靭で、6番さん強靭だったんですねって言ってたけど、6番さんが強靭で出てきたっていうことになるんですよ。だから2の芯はとりあえずない。とりあえずない。だから、3、1か6級の戦いですね、これは。はいはい。あかねさん、スパチャありがとうございます。ここうん、2番さんのシーンはとりあえずないですね、うん、6番さん2番さんして6番さん強靭になるんですよ。6番さん強靭の発言、6番さん強靭だったら91にどっちかが狼出て黒打ってるんですよね。それ2番さんもやってるんだけど、2番さんやってるんだけどどうなんでしょうね。4神か、うん、なんか私最終日残されそう。6番のプレイヤーは発言してください。うん、もう占ううちなんてないんだけどね、仕事終わってるから。うん、やっぱりね、ちょっと5番さんと7番さんに説得するけど、ね、もう1番さん目線って6球団でしょ、人狼で。昨日なんか1番さん26人狼とか言ってたよね。で、2番さん人狼で俺6で人狼とか出ないし、で、まず6級だったとするよ、まず。6級。で、俺6番出て、7番さんが6は残したいって言ってる時点でもう大体、4が5が2進目で見てるってなっちゃうと、3釣りになるのが濃厚になっちゃうんだよね。だからそこでペペさんが出るメリットはないよ、6級人狼だったら。うん、そういう意味で6級はないのをちゃんと見てほしい。で、3番さんが釣られそうで、釣られて0結果黒出たら2-6で追いたかれるから、絶対1番さん危うくなって0に出たんだと俺は思ってたもん、やっぱり。なんでも、すんなり当たってたね、内訳が。2番さんももう俺発言からもう今日っぽく見てたもんね。なんで今日1番行ってほしいけど、村が5と7が迷うんであれば、俺でいいけど、もう1番で終わるからね。7番のプレイヤーは発言してください。いや、まあ6番さんの言ってることもわかるんだよな。わかるんだけど、今日は6番さん釣る。申し訳ないけど6番さん釣る、うん、釣る。では1級制作だね。噛んで俺をずんちゃん残ってほしいな。4番さん残ってほしいなと思ってる、うん、今日は6番さん釣りましょう。はい、脳死で6番さん釣ります。占いロラは絶対する。で、最後に1級精査、どっちかが狼束。ただ今の6番さんの発言って結構しっくりくるもあるんだよな、うん、決め打って1へ行きたいけども6級だった場合負けなんで、今日はごめんなさい、6番さんに行かせてください。最後まで発言精査をさせてください。91ね、9番さんの方がなんか偽っぽく見えてるんだよな。1番さんがもし狼だった場合、3番さんが釣られないように出てきた。9番さんが狼だった場合出る必要はない。確かにそれもそうなんだよなとは思ってるな、うん、9番さんが狼だった場合、6級狼で6番さんが出ていて 3CO で9番さんが出てくるメリット、4人目、もう一人1番さんという新霊能が分かっていて9番さんが出てくるメリット、ないね。ないことはないね、うん、9番さんが狼で、うん、ないっちゃないかな。ただごめんなさい、今日は6番さんを釣らせてください。ちょっと最後まで考えたいですね、申し訳ない。
申し訳ない。一番さんの発言って結構自分の白証明できる、自分の白を分かっているような発言に聞こえたんですね。うん、ごめんなさい、今日は6番さん釣ります。今日は6番さん釣ります。はい、9番のプレイヤーは発言してください。なんでここまで一匹の狼にこんな時間を費やしなければいけない。もうそろそろイライラしてきたかな俺はね。うん、本当に、うん、だってみんなさ、じゃ逆に3番さんに最初初日投票したのなんで、なんで9番さんと2番さん、俺とね2番さん以外がさ、違う間違った、3番さんと2番さん、うん、3番さんと2番さん以外が3番さんに投票したのなんで、236で比べたときに3番さんが一番攻めなかったからでしょ。だからみんな釣り殺してるんでしょ。うん、後からね投票してるのになんか全員どこも攻め終えないなんていうのはね、もう正直逃げに過ぎないし、で1黒分かってんだよ俺目線も、3番さんが黒っていうことからね。うん、新占い師が26どっちかにいるんですよ。でその26が1番さんに黒売ってるから1番さんつって終わるんですよ。じゃあ何、1番さんが私を占ってくださいって言ったら村岩さんに見えたの。じゃあ俺も言ってよかったよ。正直ね1番さんの相方である3番さんで生きてたんであれば3番さん俺に黒売ってくるだろうし、狂人である、2番さんかな、俺現状2番さん狂人で見てるから2番さんが俺に黒売ってくる線もある。ただ新占い師のみが1番さんに黒売ってくれるんだよ。で今回に至って狂人である2番さんと1番さんへの誤爆で、新占い師であるたくまさんへの、1番さんに対する、黒結果、これがもう物を言ってんじゃん。何なのじゃあ1番さんの白要素って何。7番さん1番さん白かったんだよなって、自分の白を分かってるような発言だったんだよなっていうのはいいんだけど、じゃあどこが白かったの、俺の偽要素って何。じゃあ逆にちゃんと俺は1番さんの結果、うん、50秒に張りましょうっていうのも乗っ取ってちゃんとやってるよ俺は。俺が初日にポンって張り出して、うん、あのペペ様のルール守って、これ人外めたかいねって言われるの嫌だったからね、俺死んだからちゃんとやってるよ。もう今日1に入れてください、もうめんどくさい本当に、早くしましょう。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。そもそもの話で、まあ、2マシンを保護機能発言切ってもらえたと思うんです。で、もう6級も露骨だったんですけど、6級7位ですね。で、9番さんに関しては、初旬の初日の、1周目の段階で2番さんが新境1っていうふうに言い切ったんですよ。っていうのが2番の白見えてる、もう視点漏れだと思うんですよね。別に2番さんに関して対抗釣りたいですっていうので、別に新同居どれも終えるはずなのに、それに関しては、言ってたと思うんですけど、そこで新境って言い切ったんですよね。6番さん新境で、3番さんは新境でどれもあるっていうふうに言い切ったっていうのが若干視点漏れかなと思ってて、で、どうやってアピールすればいいのかわかんないですけど、で、26にダブあるよねっていうところにツッコミ入ったんですけど、9番さんが初日の2周目の段階で1を釣りをしたんですよ。僕は対抗釣りをしたんですよ。これ占いロラされちゃうと、まずい強人なんかなっていうふうに正直見えたっすね。正直見えたには見えたっす。だから26にダブで、26の結果が僕に黒ってことなんで、26示し合わせて僕に黒打って26にダブもあるなっていう感覚を得たっすね。なので、そこに関して言われてもどうしようもないっすね。で、いやそもそもですよ、僕、どんだけ三月釣りの流れになろうが、出ないっすね。てか、そもそもこの6球出てるんで、ある程度もう決め込んでたんだと思う。で、6に関しては僕に黒塗り、で、9に、っていうとこですね。9に関してはそうですけど、対抗なんで。今日は6釣ってください、今日は6釣ってください。統一占いしてくださいなんて言わないっすね、俺。狼なら。以上です。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。まあこれ決め打ってほしかったけどね。この26人狼なかったでしょ。やっぱね、1番さんがもう26追ったり69追ったりでもこれなんとか釣りを逃れてんだよね。だから5番さんと7番さんはちょっとブレちゃダメだよ。しっかり
当たってるからもう3番さんで出て、人狼が3番さんが釣られた時にペペさんで黒が出た時にきついからもうそこまで出て霊能で出てるから、やっぱり俺の考察はすごく当たってた。で2番さんもすごく破綻してたでしょ、5番さんをなんか人狼で追ってた発言だから、ペペさんの内訳しっかり合ってるよね、3番人狼2巨人だから、その時点でもペペさんの芯をちゃんと追ってね。夜が来ました、目を閉じてください。さあこれはどうなる。いやー、なんか負けそうな気がするな。まあけど俺ペペさん出なくても勝てた気もするけども、出たからには頑張ってほしいな。ここはが来ました。昨夜死んだのは5番。7番のプレイヤーは発言してください。いやー笑うなー、俺かね、俺ね、9番さんで一つ気になったのは、なんでもう6番さんがシンって言い切れたんだろう。9番さん目線2番のシンもありますよね。うん、そこが一つ気になった。6番さんをシンと言い切った。そこが9番さんで一つ引っかかった点かな。なんで2番さんのシンがないんだろう。2番さんシンもありますよね。2番さんが1を送ろうっていうから。6番さんシンって言い切った視点がわからない。そこが9番さん一つ引っかかった点。1番さんが2、6ローローを追うのは普通だと思ってますよ。2、6ローローも全然ありますよね。9番さんの発言って、発言で占いに行きたくない狂人、これは俺も感じたから、それについては分かりますよ。うん。なんで6番さん死んって分かったんだろうな。2番さんが出現したからですか。発言聞いて決めます。9番のプレイヤーは発言してください。ああ、もうこれ一から説明しなきゃダメ。本当に頭固すぎだと思うんだけど、これ暴言じゃないからごめんね。あの嫌な気分させたらごめんなさい。3番さん黒出てます。予定3番さん狼です。で、占い師3人ローラー、3人ローラーじゃない、3信用の場面で占いに2狼っていうのは俺ほぼほぼセオリーで持っていません。ってことから、対抗で出てる1番さん狼。で、1番さん霊能出る利点としては、ここで1番さんが出なければ俺が真の霊能確定させてしまうじゃないですか。そうなった場合っていうのは、占いつって初日から黒が出た場合、霊能結果で黒が出た場合っていうのはグレー詰めも可能なんですよ。占い、狭めるっていう利点からもね。で考えた時にそれを阻止するために1番さんっていうのが出てきてるのが利点だと思います。はい。で初日、3番さんつって黒出てます。で1番さん3番さんに投票しているのに、2番さん6番さんから1番さん黒もらって、3番さん若干死んだと思ってたんだよねっていう発言になってます。そこの黒要素は拾わないんですか、7番さん。うん、俺の黒要素拾うのは簡単ですけど、あなたって絶対1番さんの黒要素拾わないですよねっていうのは思っちゃうかな。で1番さんが自分を占ってっていうのが白いって言ってますが、俺だって言えますよ、私を占ってって。ただ今回に至っては3番さん狼に3番さんが生きてるんだったら3番さん、1番さんの相方だってことから俺に黒を打ってくるだろうし、真の占い師である、2か6どっちかが1番さんに黒を打つんですよ。真の占い師が狂人は誤爆もあれば俺に黒を打ってくる可能性もあります。はい、それだけです。で6番さんを死んで見てる理由としては、3番さん狼ってことから2、6どっちかに 1占い師が死んでいるんですよ。そうなった場合2、6で戦争した時に私は初日から6番さんの方が信用で見てるっていう発言はしてます。で2番さんに至っては、人人外露出の盤面で5番さんと6番さんの立法を追った出現、これが逆にあなた目線死んで見れますか。見れないですよね。だから俺6番さん死んって言ってるだけです。もういい加減1番さんつってください。1番
様子見言ってるやろ。発言してください。7番さん、今日キューつってくださいね。僕、心霊能です。で、6番さん、おかしかった。確かにね、今思い出したんですけど、6番さんは3がヘイト集まってたから、だから1が出た。だから1が狼だと思ったって言ったんです。じゃあ、それって9番さんにも言えることなんですよね。わかります？ 3 に釣りが集まってたなら、霊能として、だから霊能最後に対抗として出てきた一応狼だって言ったんです。じゃあ、9番さん、なんつったんでしょうね。結局、なんつったんでしょう。だから、6番さんがそこで9、1の比較の時に1が黒だって、3をかばって出てきたから1が狼だって言ったんですけど、9にも言えることなのに、9は度外視して1が黒だって言ったの。それが6級の2だもんね。で、正直に関してはまさか僕も3も真だとは思わなかったっす。けど、3真でした。ああ、それは結果からね。で、じゃあね、僕、狼だったとしますよ、仮に。仮に狼だったとします。で、3釣ります。で、僕が狼の1、3、2だとしてね。で、3釣ります。2、6、統一占いしてくださいですよ。どっちかから、じゃあ僕、狼だったら、どっちかに強いるんですから。絶対黒んでるんですから。で、9番さんはさっきの段階で、僕もそんなこと言えましたよって言ったけど、現に言ってないでしょ。だから、バン詰めようとしたんです、俺は。ワンチャンあるかなと。ワンチャンどうにかなるかなと思ったんです。隠しろになれば、ロラして終わんなかったら9釣り持っていけるしっていう思考だったんですよね。うん。っていうところで9釣ってくださいね。7番さん、お願いします。投票を始めてください。これやばいなぁ。多分もう一回遊べるぞ、するんじゃない？やっぱりもう一回遊べるぞ、したね。一番のプレイヤーは発言してください。あ、ほんでね、あと一つね、俺絶対4番さん噛まないっすよ。絶対4番さん噛まない。だって4番さん俺のこと真盲信してたんですから。で、4番さん俺噛まれると思うけどって言ってましたよ。そこまで4番さん言ってくれて、もう噛まれたら絶対に6、9釣ってくださいまで言い切ってたんですよ。出た、神考察出た、これが黒く見てくれ。絶対4噛まないですね。どんだけ怪しまれようが4噛まないですね。絶対に噛まないです。だから俺が真っす。ペペさん、それを理由にするんだ、それが。6番さんの段階で、3番さんを壁に出てきた霊の狼っていうふうに見るなら、9も同等なんですよ。9も同等。9も同等ね。1狼目線でも、9狼目線でも、どっちでも同等なんですよ、3狼。なのに、そこの9、1の生産そうそう、これどっちの意味でも取れるから、それをペペさん利用するんだ。ゴリゴリに見えるかもしれないですけど、6級2ダブなんですよね。もうゴリゴリに繋いできてる6級2ダブです。で、2番さん強靭なんですけど、その強靭目線にも僕が死んだって見えてるんですよ。わかります ?7 番さん、言いたいこと。だから、ちょっと強靭の目線も借りてください。ちょっと2番さん、9番さん、1番さん、僕でも9番さんでもどっちでもいいですけど、2番さん強靭確定です。あ、まあ確定、まあ9番そうですね。なので、そっちの目線も借りてください。で、2番さん強靭ですら俺が死んだと思ってるんですよ。で、4番さんも死んだと思ってる。その目線も借りてください、ちょっと。で、9番さん絶対に投票してください。僕死んですから。はい、6、9、2択ね。6番さんのさあ、これペペさん、これいいね、これがやっぱ人狼だよね。当てはまることなんで、ね、以上です。チャット人狼ではこれできないからね。発言してください。これで7番さんが1と9で迷ってるんだったらちょっともうやばいと思う。これはもうちょっとね、案件になってくるねと思ってるレベルです。で、たくまさんが、1番さん占い結果で黒って言った後なんですよ。3番さんをかばいに1番さんが出てきたっていうのは、で、1番さん弁明で3番さんをかばいに出てくるって言ったら9も当てはまるって言ってるんですけど、じゃあ何ですか、三級両ロード言ってるんですか、あなた。俺が相方に黒出したって言ってるんですか。納得できません、そんなの。私真です。はい。
で、4番さんの神考察しましたよね。4番さんは猛烈に俺のことを偽名で置いていました。で、4番さん、私が噛まれたら6球釣り切ってとまで言っています。逆に私が噛むでしょうか。で、それを言い出したのは1番さん。神考察しだしたのは1番さん。これ1番さんが4番さんを噛んで、俺を人狼に仕立て上げようとしている唯一の手段なんですか。来た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 。なんでそこに触れてきたんですか。俺が4番さん、私が噛まれたら6球狼、釣り切ってくださいねって言ってるにもかかわらず、私がまんまと4番さん噛むんですか、うん、その考察をし始めるんですね、1番さん。もう7番さん分かるでしょ、もうめんどくさい、本当に。なんで1匹の狼でさ、狂人と神を釣ってまでさ、ここまで長引かないといけないのって非常に思っている。うん、やばいと思う。意味わかる ?7 番さん。1番さんは6番さんが、俺6番さん新占いして見てます、それはもうさっきの発言で言ったからもいいでしょ。で、たくまさんが3、1番さんに黒を出してます。で、たくまさん目線、俺が 新霊能です。で、3番さんに黒打ってます。だからたくまさん目線一三両狼なんですよ、俺目線もね。ってことから、たくまさんは3番さんをかばえに来た、3番さんにヘイトが集まってかばえに来た、1番さんが出てきたと言っている。なのに1番さん弁明で、それだったら急にも当てはまると言ってますが、たくまさんは占い結果で1黒出てるんです。そんな理由になりません、弁明にもなってません。1番さんに出てください。投票を始めてください。頼む、1つってくれ。1番、ああ、いった。選ばれました。ゲーム終了。いやー、勝てた。いや、勝てたなー、なんとか。いや、いい勝負だった。いやー、これいい勝負だったねー。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。